はい、こんにちは、ともひろです。今日もですね、ちょっとビットコイン中心にですね、見ていきたいと思うんですけども、まあ、仮想通貨ですね、 FTX というですね、取引所、ここが破産法適用を申請をしたということで、まあ、昨日夜ぐらいですね、23時ぐらいですかね、ニュースになってました。で、まあ、このね、一連のこの下落っていうのが、まあ、FTX のその破産騒動っていうところが、まあ、原因になっているっていうのはもうもちろん間違いないかなとは思うんですけれども、まあ、ちょっとね、そのよくわからないと、内容のところがね、どういうふうに、まあ、機能していてこんな風に下がっているのかっていうのは分からないっていう方がね、結構多いんじゃないかなと思いますので、ちょっと今回この機会ね、簡単に解説をしておきたいと思います。そして、現状ですね、まあ、破産ということで、まあ、一方ニュース出ているんですけども、まあ、その瞬間はですね、昨日の23時ぐらいなんで、結構下に走ったんですが、あまりそこまで強くないこのサポートラインのところで跳ね返るという感じで、あまり、まあ、市場は意識していないというか、まあ、織り込んでいたというように考えるのが、まあ、自然かなと思いますので、まあ、この破産、ね、申請自体がですね、まあ、暴落になるってことは、まあ、そこまでなさそうだなという感じはします。で、まあ、今回はですね、この破産法を申請したということで、まあ、ちょっとこの辺のところをね、一回解説をしてからですね、ビットコインチャート見ていきたいなと思うんですけども、まあ、そもそもですね、まあ、二大巨頭と言われてましたバイナンス、これは中国のね、会社ですけども、バイナンス、それから FTX っていう風にね、二つ、まあ、二大巨頭があったということです。ある、まあ、あるということです。まあね、野球のね、大谷選手とかもね、FTX の、その CM とかね、出たりしてましたけれども、まあ、ご存知の方はね、まあ、非常に多いんじゃないかと思います。で、今回何が起きたかっていうことなんですけども、このバイナンスっていうところの、まあ、CZ さんですね、まあ、この人が、まあ、FTX が発行するですね、FTT を売却をすると、すべて。というふうに言い出した。ここから、まあ、話が進んでいるということです。で、なんでそんなことを CZ さん言い出したのかっていうことなんですね。で、それがですね、まあ、FTX っていうところは、この、まあ、投資会社ですね、アラメダリサーチですね。これは、FTX の CEO である、バンクマンさんという人はね、まあ、やっているものなんですけども、まあ、ここにですね、まあ、投資をしているそのお金というものが、この FTX が発行する FTT というですね、まあ、自分のところのコイン、これがほとんどであるということです。この投資会社の資産が、この自分のところのFTT とのコインですね、これとほとんどこれであるということで、これはですね、やばいだろうということです。まあ、これがなんでやばいかっていうことなんですけども、まあ、ちょっと例えるならですね、まあ、ゲームセンターってあると思うんですよね。で、ゲームセンターを運営している会社の資産を見たときに、その資産が、例えばですよ、ほとんどそのゲーセンのコイン、ね、自分で作ったとこのその銀色のコインですね。あのコインが、例えば1枚1000、1000はないか。まあ、1枚1円で、売ってますと。ね、貸し出しをしていますというような感じで、じゃあそれがですね、じゃあ1000万枚あるので、評価額は1000万と、まあ、言っているみたいな感じで、自分のところで作ったコインだろうみたいな、そういうような、まあ、そのね、資産状況になっていたということが、まあ、分かったということで、それって、まあ、以前ね、起こりましたテラルナショックですね、まあ、暴落しましたけども、あれと同じ構図になっているじゃないかということで、バイナンスの CZ さんは怒ってしまって、 FTT 全部売るよというようなことになったわけです。で、一時はですね、このバイナンスが、まあ、FTX もこれやばいから、まあ、その後で FTT 暴落しましたので、やばいということで、まあ、買収案ね、これを買収するよということを言って、FTX を救うというようなことを言ったわけなんですけども、まあ、後にですね、まあ、これ1日後にこれをひっくり返しまして、資産をね、しっかりと見たところ、ちょっともうバイナンスが手を出せるレベルではない悪さと、財務状況がね、悪いということで、買収を撤回ということになりました。
で、まあ、こういったところからですね、FTX、まあ、いろいろとね、資金繰り、いろいろやったみたいですけども、まあ、難しいということで、破産法の申請という、これスピードすごい早いですね。もう2日ぐらいでもうここまで来てますので、まあ、これによってですね、この FTX のバンクマンさんは、ほぼ全ての資産ですね、を失ったと見られると、まあ、いうような、そういったニュースとかも出ていますね。はい。で、まあ、今回のこの暴落ですね、暴落なんですけれども、まあ、いろいろと要因はあるんですが、一つはですね、その FTT の、まあ、暴落を受けてですね、やっぱり信用不安っていうところですね。 FTX、まあ、このね、大手なんでね、大手の FTX が破産するということに対する信用不安、それから、まあ、アメリカ規制しようとしているんですよね、仮想通貨をですね。そういうところで SEC ですね、とかが、まあ、やっぱり目をつけられているっていうところをですね。そして、まあ、この FTT 暴落を受けてですね、まあ、FTX はですね、まあ、保有しているビットコインとかイーサリアムとかそういったものを売ってですね、資産をなんとか作らなきゃいけないと、一回はですね、その会社を立て直すために資金を作らなきゃっていうところで、まあ、大量に、イーサとか、まあ、イーサをね、結構暴落しましたけれども、ビットコインもですね、大量に売ったということで、その実需の売りというのもあったというふうには言われています。まあ、そういったところもあってですね、今回の、まあ、この暴落が形成されていますよということになっております。で、FTX に関してはですね、まあ、もう破産法を申請してますので、まあ、このところというのは再起は、まあ、破産法の範囲内でですね、どういうふうに今後なっていくかって分からないんですけども、まあ、非常に厳しい状況ということで、FTX に、ね、まあ、資産を入れている顧客に関しては、ちょっと本当どうなるか分からないと、失う可能性とかも結構高いかなというように思います。で、今回、まあ、僕たちですね、このニュースを見たことで、まあ、教訓というのは一つあると思うんですね。で、それは何かというと、やっぱり取引所はあくまで取引所だということですね。なので、資産の大部分をですね、この取引所と呼ばれるものに置いておくっていうことは、やはり非常に危険なことだなというのを、まあ、改めて僕も再認識したということです。で、多分最近ね、始めた方とか仮想通貨あんまり詳しくない方は、その取引所っていうのと、あとウォレットですね、しっかりとその資産を保管をする場所っていうのが、多分あまりごっちゃになっている方っていうのが多いと思うんですよね。で、それは多分株とかやってる方っていうのは、例えば楽天証券とか SBI 証券とかで、まあ、株のトレードをしつつ、その株の、なんていうんですかね、株自体も証券で保有してるじゃないですか。同じ会社で保有をしていると思うので、なんかその取引所とウォレットが違うっていう感覚がなんかあんまりつきづらいのかなというふうには思うんですね。で、僕も最初そうだったんですけども、やっぱり仮想通貨っていうのはしっかり資産っていうのはね、もう動かさない資産っていうのはちゃんとウォレットに入れておく、できればですねコールドウォレットっていうですね、なんか USB みたいなやつを買ってですね、コールドウォレットに入れるっていうのがすごい重要かなと思います。僕もですね、ビットコインに関してはですね、現物で持っているものはもう売る気がないので、コールドウォレットに、ね、しっかりと入れているというような状況です。まあ、コールドウォレットに入れてもですね、別にいつでもすぐ引き出すことは引き出すというか、例えば日本円に変えたりっていうことはできるので、まあ、これを機会にですね、これを見てる方っていうのは、自分のね、大切な資産をそういった形でウォレットでしっかり守ると、取引所とかにですね、ずっと長時間何もトレードをしないのに置いとくってことがないように、しておいてほしいなというふうに思います。まあ、こういったね、ショックみたいなのってやっぱたびたび起こるので、まあ、今後もですね、起こる可能性というのはだいぶ大きいわけですよね。まあ、こんなですね、まあ、世界2位のね、こういった会社がこういうふうに簡単に、破産をしてしまうっていう、そういうことなので、まあ、そういった意味で、考えてもですね、やっぱり、これを機会にですね、ちょっとそこのところ自分の資産というのはね、ぜひ見直してほしいなと思います。はい、というところでですね、ちょっと説明長くなってしまったんですけども、まあ、最後にですね、ビットコイン、見ていって、終わりにしたいと思います。まあ、昨日もね、配信をしましたので、まあ、そこまでですね、何が変わったということもないわけですけども、まあ、これ1時間足で見てまして、冒頭にもお話ししたように、その破産を申請するというところで、まあ、ここですね、この足ですね、この足で、まあ、下ヒゲをつけてですね、
まあ、ぐっと下げましたけども、まあ、ここのですね、サポートのところをですね、前回の、まあ、この小さい山のスタートラインですね、このところぐらいのところですね、まあ、あんまりこれ強くないサポートだとは思ってたんですけども、まあ、確かに何回かね、意識はされているラインなんで、リサポには効いてたんですけども、まあ、こんなところで、反発するということなんで、まあ、全く無風と言ってもいいぐらいだと思いますね、この破産の、ね、ニュースに関しては。ということで、まあ、ここは破産の、ね、ニュースに関してはあまり気にしなくていいかなと思います。で、まあ、状況としてはですね、やっぱり売りはかなり強いなというような状況ではあります。まあ、その理由としても、まあ、どんどんですね、その反発はあるんですけども、やっぱり前回の高値を全く超えてないというようなところであります。で、この斜めのですね、まあ、下落のラインですね、まあ、ここのところが、まあ、ずっと頭を押さえつけられている状況ですので、一旦はですね、この三角持ち合いですね、ここのところを、まあ、上に抜けれるのか、それとも下に、ね、落ちてしまうのかと、まあ、いうような、そういった、まあ、動きかなというふうに思います。まあ、僕的にはですね、やっぱり一回下目線では思っています。っていうのはですね、4時間足ベースで見てもですね、はい、まあ、昨日のところはですね、1回下引きつけたところではあるんですけども、やっぱりですね、買いが続かないというような状況ですね。1回上げてもですね、戻される、上げても戻されるっていうのがね、ずっと続いていますし、一旦このですね、斜めのトレンドラインを抜けるまではですね、ちょっと上目線っていうのは取りづらいかなというふうに思います。それから、これを上に抜けたとしてもですね、この1万8000ドルのこのライン、まあ、これはですね、かなり抵抗としてはやはり強そうというところで、まあ、ここでロングで入ったとしてもですね、あまり値幅は取れないだろうということですね。まあ、それよりもですね、まあ、多くのですね、まあ、人が言っているこの1万2000から1万3000のラインですね、一応僕もね、色をつけて言いますけども、まあ、ここのところっていうのはですね、2019年ぐらいからかなり意識をされているですね、レジスタンスのラインにはなります。これがですね、まあ、今回またサポートとして効いてくる可能性っていうのはかなり高いかなというふうに思いますので、まあ、一旦下までですね、落としてくるというような、まあ、こうですね、はい、まあ、そういったシナリオっていうのは結構十分に起こりうると思いますので、まあ、簡単に言うとですね、まあ、この辺の下まで下がってきたところっていうのはボーナスステージということで、ビットコインをですね、現物で買っていく、そういった、まあ、チャンスということにもなりますので、まあ、一旦もうここまで来たらですね、下げてもらってですね、しっかりこの辺で買うという準備を、まあ、今は整えたいかなと、まあ、そんな感じで今情勢としては考えているというような状況です。まあ、短期トレードをね、するのであればですね、やっぱりこの三角持ち合いですね、のところを、まあ、抜けた方向に入るというような感じで考えていくのがいいと思います。はい、ということですね、まあ、今回は相場というよりはですね、この FTX の破産というところを、まあ、簡単にですね、解説をさせてもらいました。まあ、引き続きですね、この動向を追っていきたいと思いますので、チャンネル登録までの方はぜひお願いいたします。高評価ボタンも押してもらえると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。